田島直人記念陸上競技大会は、毎年6月に、山口県山口市の維新100年記念公園陸上競技場で行われる陸上競技大会である。山口陸上競技協会、読売新聞西部本社、KRY 山口放送の主催で行われる。1936年ベルリンオリンピックの男子三段。 ト部において人類史上初の16メートルジャンプとなる16メートル00で金メダルを獲得した田島直人の功績を称え2004年にその名前のついた大会が創設されたこの大会は田島直人のような選手を育成する目的もあるため小学生中学生高校生育成強化陸上競技大会も兼ねている高校生中学生 小学生の部には地元山口県の選手たちが出場し、一般の部には日本のトップクラスの選手たちが若干名招待される。大会は例年10月か11月に開催されていたが、2017年の第14回大会からは6月に開催されている。2018年から日本グランプリシリーズの一つに格上げされた。グランプリ種目は、 男女の800メートル、総幅跳び、槍投げ、男子の3段跳べ、女子のハンマー投げ、田島直人記念陸上競技大会主使、山口陸上競技協会、2017年4月13日閲覧。AB 第15回、田島直人記念陸上競技大会、大会要項山口陸上競技協会2018年4月5日、 閲覧第1回、田島直人記念陸上競技大会、一般のブリザルト山口陸上競技協会2017年4月13日閲覧。第2回、田島直人記念陸上競技大会、フルリザルト山口陸上競技協会2017年4月13日閲覧。第3回、田島直人記念陸上競技大会。 フルリザルと山口陸上競技強化2017年4月13日閲覧。第4回、田島直人記念陸上競技大会。フルリザルと山口陸上競技強化2017年4月13日閲覧。第5回、田島直人記念陸上競技大会。フルリザルと山口陸上競技強化2017年4月13日閲覧。第6回。 田島直人記念陸上競技大会。古里里山口陸上競技協会2 0十七年4月十三日閲覧。第七回、田島直人記念陸上競技大会。古里里山口陸上競技協会2 0十七年4月十三日閲覧。第八回、田島直人記念陸上競技大会。古里里山口陸上競技協会2 0十七年四月十三日閲覧。 第9回、田島直人記念陸上競技大会、フルリザルト山口陸上競技協会2017年4月13日閲覧。第10回、田島直人記念陸上競技大会、フルリザルト山口陸上競技協会2017年4月13日閲覧。第11回、田島直人記念陸上競技大会。 フルリザルト山口陸上競技協会に、2017年4月13日閲覧。第12回、田島直人記念陸上競技大会。フルリザルト山口陸上競技協会2017年4月13日閲覧。第13回、田島直人記念陸上競技大会。フルリザルト山口陸上競技協会2017年4月13日閲覧。第14回。 田島直人記念陸上競技大会、フルリザルト山口陸上競技協会2018年4月5日、閲覧。ありがとうございます。